プラティスターナンメガセファロム大アタマガメは、大アタマガメか大アタマガメ属に分類されるカメ。原生種では本種のみで大アタマガメか大アタマガメ、属を構成する。中華人民共和国模式標本の産地は中華人民共和国。アクアトトギフにいた、個体最大高長21.5センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。廃校は、非常に扁平。 上から見ると、第8から9円看板で最も幅広い個体が多いが、第4円看板の位置で最も幅広い個体や、第6円看板の位置でくびれる個体もいる。背高の前端は広く深い切れ込みが入る。看板の成長輪は不明瞭。背高の色彩は、褐色、高褐色、暗記色などで、個体よっては、色の濃淡や反紋が入る変異が大きい。 廃坑と復興の継ぎ目は法則、3から5枚の火炎看板がある。復興は大型。俗名、プラティスターナンは平たい胸の胃で、復興の胸部が平らなことに由来すると考えられている頭部は非常に大型で、神高と同じくらい分厚い。種小名メガセファロムは巨大な頭の胃で和名や英名と同義。頭部が大型で分厚く。 甲羅も扁平なため甲羅の中に頭部を引っ込めることができない。頭部背面は一枚の大型鱗で覆われる。顎を覆う角質は大型で分厚く、頭部背面の大型鱗とくちばしで頭部の大部分が覆われる。粉炭はやや突出し、上顎、下顎の先端は針状に尖る。後方面はやや幅広く、上顎には量がある。 頭部の色彩は褐色や高褐色、暗褐色、暗黄色。歯は頑丈で、指跡の間には水かきがある。尾は非常に長く、校長と同じ長さか校長よりも長い。腰体は C 甲板に筋状の隆起があり、後部円甲板の外縁がノコギリ状に尖る。キールや円甲板の突起は成長に伴い不明瞭になる。 オスはメスに比べると背高が細い上に、高高が低く、背高が中央部でくびれる傾向がある。オスの生態は、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排泄口全体が、背高の外側に位置する。メスの生態は、尾が細い上に短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排泄口が背高よりも内側にある。から年代は、 復興、頸椎、染色体から陸亀面上に含まれるとされていた。1980から2000年代は、頭骨の形態や火炎甲板があること、尾が長いこと、ミトコンドリア DNA のチトクロム B 及び12、エスリボソーム r n a の分子系統学的解析から、噛みつき亀面に近縁とする説が有力とされた。しかし2000年代後半に行われた、 各 DNA やミトコンドリア DNA の全塩基配列の分子系統学解析では陸ガメ浄化に含まれるとされる。カザフスタンの前身よと赤月新生の地層から化石属プラニプラストランの復興が発見されている。大分県アジム町にある300万年前の地層から本種の化石が発見されており、本属の化石は世界的にも 日本でしか発見されていない。3から5亜種に分かれるとされる。しかし、亜種の識別形態は、不明瞭で、ターシュでも見られる、多パンの個体に基づく記載や少数個体や、長期間飼育された個体との比較に基づいた、記載された亜種が含まれ、これらに亜種は、分布が不明瞭で、ターシュと重複し形態比較でも、ターシュと識別できないとして、シノニムとする説もある。 丘陵や低山地にある谷川や渓流に生息し、川幅1メートル、水深0.1メートルほどの細流を好む。夜行性で、昼間は岩の隙間などで休む。尾の力は強く、枝などに巻きつけることができる。食性は、動物食で、昆虫、甲殻類、貝類、魚類、両生類の妖精、動物の死骸などを食べる。繁殖形態は卵生。 元種は6から9月に1回に1から3個の卵を数回に分けて卵を産んだ例がある。生息地や中華人民共和国では食用や薬用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用や薬用、ペット用の乱獲などにより生息数は激減している。2003年にワシントン条約付属書2に掲載された。2013年にカタンで ワシントン条約付属書 I に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前は流通量が多かったが、1990年代後半から流通量が減少し、ワシントン条約に掲載されたことで流通量が激減した。やや高温に弱く、水温の高い環境では餌を食べなくなったり状態を崩すことが多い。また、 水質の悪化にも弱く、また高い頻度で、水道水による水害を行うと心筋性の皮膚病にかかることがある。飼育下では、配合飼料や乾燥飼料に餌付く個体もいる。獅子や尾を使い立体的な活動もするため、脱走されないようにする。ありがとうございます。